K1 フェスタ2018ライブ解説どうぞ楽しんでください。 Enjoy, enjoy. What's up everybody? Welcome to Family Time! ね、すごい遠い距離からでしたね。いや今日、いや遠い距離から戦うのが好きっていう、うん、なので結構難しいと思います。コージ選手が4発入れるのが。でも追いかけて3発4発止まらなければ、でも追いかけるとハイキックを食らいます。ハイキック食らうかもしれないですよ。飛び膝も多分できそうですし、そうだから面白い試合ですね。でも確実に小宮選手の方がスピード有利だと思います。なぜならフレッシュですから。そう、遠いんですよ、距離が。遠いね。うん。おう。わー！ノー！あー、怒った。What was that? そう、遠いんですよ、距離が。非常にやりづらいと思いますね。おう。ハイキック。自分のハイキックを狙うコージ選手。滑るのかな、ちょっとゆっくりゆっくり前に行きますね、カウンター狙ってると思います。あのローキックいいですね。あ、追いかけちゃダメだよ。うん、うん、おいいフックですね。ここで追いかける。そう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 、追いかけていい時と悪い時がありますね。距離遠いですね。やりづらいと思います。あのローやばいね。コージ選手も自分のフェイントで様子見てますね。ハーフタイム。ガードを固め、あの結構固めてます、ないと固めてますね。ハイキック怖いよ。ハイキック怖いですね。前長いですね。長いね。長いですよ。腕足が長いのかな。うん。いや。1分。ラスト1分。そう、身長の高い人、そうですね。でもやっぱり相手から自分の打撃リスペクトをねされないとうまくいきませんよ、この戦い方。そうやって危ないの出さないとね。ま、ここがチャンス、ここがチャンスですね。そうそうそう、止まっちゃダメ、止まっちゃダメ。あの前切りをどう崩しますか。どうしましょうかね。はあ、コージ先生かなり体重っていうか膝曲げて腰を下ろしてるから顔面の前蹴り入れやすいと思いますよ、うんうん、そうですね。それが危ないよ。でもやっぱりまっすぐ入っちゃいけないですね。まっすぐ入れちゃらやばいね。まっすぐ入っちゃいけないですね。ああ、やりづらい相手だよね。やりづらいですね。僕だったらやっぱりとりあえず触んなくちゃいけないですね。うん、何かで触んなくちゃいけないです。空振りは
絶対やっいや、ね、危ないね。だからあのふくらはぎでもカーフキックでも僕狙いますね。何でも、うん、何でも。でもああいう風に前蹴り上手な選手は悪夢ですよ。うん、本当に。とりあえず飛び込んで入れないね。飛び込ん、そうそうそう、こういうチャンス狙わないと。チャンス狙わないと。チャンス狙わないとですね。でホールディングはあの小宮山の方ですよ、レフリーさん。ですよ。あでも小宮山に注意したんだよ。あ、そう？そうそうそう。え、今赤グローブに注意したでしょ。あ、そっか。僕はよく見てなかった。俺もちょっと考えてた。そう、ここがいい。ここで止まんない。止まんない。ああ、でも自分の距離そういう風に詰めちゃダメなんだよね。でもで詰めてるの方、詰めてる方が小宮山でしょ。いや、だ前に出てくるもん。そう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 。近寄ると。そう、だからロープ当たった時に距離取んないとね。また距離。蹴りいいですね。うん、ちょっと出血見ましたね。うん、ああいいローですね。あでもね、ロー、今ロー蹴れる。でも入ってくるからね。うん、出血のチェックですね。そう、場所がやばいですね。うん、さあ、コージ、うん、コージ。うん、なんか連打出せればチャンスありますね。アウチ、痛そう痛そう。あーやばいな。スーパーグルー、スーパーグルー冗談じゃないよ。もともと瞬間接着剤はそのためにあったんですよね。あの軍で、ね、応急処置。カットのロー圏内と、ロー圏内とね、外のロー。あーまた当たったよ、回転回し蹴り。いやーてかノーモーションだから。またそこ蹴られたんだ。え、彼のせいじゃないんだよ。でも 目に入ってないね。入ってないからまだ見えるから。でもこの休憩は小宮山選手の方がうんいいですね。ーああいいよ、ローもう一回もっと蹴んないと。とりあえずね、うん、やっぱり小宮山選手そう前にロいや入ってくるから、うん、そうやって、oh, man. あのとりあえず一発なんかもらってから入れないと難しいかも。だよね。そう、そう入ってくるんだよね。かかと落とし。でもとりあえずその前足が危ないですね。戦い方を、まあ、こういう戦い方する選手、スティーブン・トンプソン。ああそうだね、ワンダーボーイ、ま、スティーブン・トンプソンですね。 UFC のスティーブン・トンプソンですね、はい、そう完全にそうですね。ああ綺麗ですよ。かかとじゃなくてよかったね。うん、一応見え回転してるのは見えてるからね。
様子。今日1回戦がタイのスワレック、日本人と戦うのは初めてになります。そうですね、ちょっとしばらく小宮山浩介ちょっと暗かったんですよね。そうですね、はい、それでちょっと最初調子悪かったんですけど、だんだんなんか調子上がってきましたもんね。これ今ここに来て、いや一発もらって、一発もらってそこでなんか連打しないとね、うん、それまでガードを開けない、うん、そこで、いやーかんない、そうじゃないとな、危ない。でもねやりづらい、そんな簡単じゃないよね、うん、でも蹴んないとそこで、うん、うん、yes yes それ、あ、ノーホールディング、ノーホールディングだよ、ノーホールディング、そう、コージ、いやあ、でもね、ちょっとやりづらくなってきたね、ちょっと、いやそう、そういう感じ、そういう感じ、うん、もらって入れる、入れないと。おい、いいですね。危ない危ない危ない。そこで just run at him。もうハビーブ、ハビーブね。ハビーブね。そう、小宮山選手はすごい近い距離か、すごい遠い距離ですね。Yeah. ここはもう時間稼ぎですね。時間稼ぎしてますね。ロロロ、おー、いいですね、いいですね、ハーフタイム。あー、これ注意しないと、はい、ホールディングしてるの小宮山選手なんだけど、いやほら、そう、でもいいですね、そういう風に肩でスペース作って、うん、ああ、うん、確かに。これでも久松さん、やっぱり応援団は諦めてないですね、もちろん。そうですね。ゴールドのバルーン見えますけど、これが当時応援団。はい、いっぱいいますね。大丈夫大丈夫。でもね、大きくなってないし、うん、大丈夫、うん、All right. okay. So, それかワンパンチパワー持ってる人がね、タイロン・ウッドリーみたいに、ね、いきなりバババって入って入れるのもありですけど、それも危ないですね、二段蹴り、距離詰めに行くときに逆に入ってくるから、うん、ストレートがいいですよ、ストレート、ストレートだね、ストレートでいかないと、フックだと当たんないですね。おお、それはちょっと No スリップに見えたけど、ああ、これでもう終わりだね、終わりだね、もう一か八かいかないと、縦、縦、ちょっと肘入れちゃったかな、イラついて、あー、コージ選手最高、コージ選手最高、そう、スリップっぽいけど、でもレフリーがダウンって言ったからダウンですね、うん、リプレイで見えるけど、なんかかかっかかとじゃなくてふくらはぎが当たった、ふくらはぎが当たって、そのふくらはぎの、like、足の重さで倒れたっていう感じに見えたんですけど、うん、うん、リプレイみたいですね、うん、うん、いや、see? like、あれは、あー、でもどうなんだろうね、No 聞いてなかったらダウンじゃないってこと、It's like、
パンチじゃなくてこう手で押して倒れたらどうなる？ダウンじゃないでしょ。ダウンじゃないね。そう、like、例えばフック打とうとしてこのここが頭の、like、後ろかなんかに当たって自分の、like、押し落とすっていう感じで、うん、スリップっていう感じになるでしょ。うん、うん、そうだね。いやそうだね。そう、膝はついてないですね。ノーダメージですね。ノーダメージ。ああ、でも小宮山 vs. タケルは見たくない。なんで？タケルが勝つか。まあ、タケル勝つね。タケルが、It's like the 最低マッチアップだよ。そうだね、そうだね。そのコージ選手がの3ラウンド目が1ラウンドから始まる感じですね。タケル選手は付き合わないですもん。付き合わないよ。小宮選手のそのあれこれで、あれこれで絶対付き合わないですね。ダウン取ったからしょうがないですね。いや。あ、フリーズ。皆さん、エンジョイできましたか？そしたらそのいいねボタンをスマッシュしてください。スマッシュ。そしてその登録ボタン、まだスマッシュしてないなら必ずスマッシュしてください。スマッシュ。最後まで見てくれてどうもありがとうございます。皆さん、これからも練習頑張ってください。 We'll see you again soon. Bye bye.